あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。江東区の有明にある東京ガーデンシアターで、なんと D リーグというものに来ております。はい、いただきます。乾杯。何枚が入ってますね。あ、本当だ、うん、おお、当たりきた。嘘。はい、ということで、はい、メッセンジャーズの試合を見終わって、今近くでイタリアのクリオアップでデザートタイムのことなんですけれども、はい、最近どうですか、調子は。最近ね、私はもう変わらずアイドルなんで、変わらずね、いい調子で、はい、やらせてもらってます。もう我々も6年近い出会った頃はピチピチで、今はもっとピチピチになりましたね。そうね、お互いね、だって出会った時20代だったでしょ。そうだけど、そうだそう、余裕でそうだ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おいくつになられたんですか。永遠の21歳でやらせてもらっているんで、やめてもらっていいですか。今年は34ですね。今年28ぐらいから YouTube を始めて。でもさ、割と毎回言ってるかもしれないけどさ、どんどん若返っていくよね。俺、うん、なんか出会った時の方がおじさんだった。あえてそうしてたって言ってたじゃん。あー、今の方がなんだろうな、丸くなったりとか。でも、ハゲたけどね。それはずっとじゃん。5年前よりハゲたけど、でもこの間大学の友達に会った時に、意外と耐えてるねって言われた。大学の時から来てたから、俺は耐えてるよねって言って褒められた。まあ、そんなのどうでもいいですよ。そうだね。最近何してるの。最近、うん、言えることだけでいいよ。言えることしかないんだけど。あ、でも海外行く予定とかある。どこ。マルディブ。一人で、うん、違う。それ言えない話なんじゃない。ないかもね。皆さん、詳しくは私のインスタを見てください。めっちゃ楽しみ。仕事仕事仕事めっちゃいいね。何泊1週間ぐらいかな。やばいね。それ旅費出るんでしょ。出る出る、全部出る。やばすぎる。めちゃくちゃいいね、この仕事。楽な仕事やん。楽じゃないから。映えるの大変なんだよ。だって脱ぐだけじゃん。脱げますか。今すぐ脱げます。さっきのって言ったじゃん、お腹大丈夫そうって言ったじゃん。いいよ、脱ぐだけで。脱ぐのって大変なの。脱いでピースして笑うだけでしょ。いや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 、脱いでピースして笑ってるだけでバレると思ってたら大間違いです。めっちゃ大変なんだから。何が大変。大変だよ、角度とかさ、ポーズとか変えてさ、その写真を撮るまでは食事も撮れないからね、お腹出ちゃうから。いろいろ調整してやってんだから大変なんだよ。ああ、なるほどね。そうよ。世の中のさ、グラビアの写真とかってさ、男はさ、キメキメの写真とかって別に求めてないと思うんだよ。でもキメキメじゃないやつをあえて撮ってみた。いや、だからもうスマホの写真でいいの、写真集とか。うんうん、ああなるほどね。そう、うん、なんでわざわざ加工してる感じの芸術っぽいというか写真したのかなっていうと、iPhone のカメラでウィーッと撮った方がリアルじゃん。撮った方が共感できるんじゃない。確かにね。だから無駄な努力なんだよね。やめろ。え、じゃあそのお言葉を意識して写真撮ってくる。あ、それの方がいいよね。うん、でなんかさ、自費出版みたいな感じで DVD 出してもらった。出した出した。グランピングね、スマホみたいなの撮ってるやつ。うんうん、ああいう感じの方が需要ある気がする。確かにね。でもああいうのばっかりやるとグラビアになりたいって人が増えないから、採用のためにやってるんだと思う。綺麗な写真集こういう仕事だよっていうのを PR、 そう、業界の採用につなげていく。あ、そんなことどうでもいいんです。具体的に話せることはそれだけ。別にね、話せないことがないですけど、私近況さんだからです。なるほどね。かまとさんはどうですか。うん、僕はですね、普通に平和な日々を過ごしています。毎晩 Amazon プライムで大画面にスピーカー買って、プリズンブレイクを毎晩2話ずつ寝る前に見て、ポップコーンのやつ買って火でくべるやつ。あ、うんうんうん、あれを食べてビールか、まあ、次の日って早い時はジンジャーエールとかにして、うん、それはノーマルビールとかにするんだけど、見ながら寝落ちしそうになったタイミングで止めて寝るっていう日々を過ごしております。平和だね。まだ飲みたりしないもんね。生成るぐらいじゃない。なんでっていうと、仕事がクライアントワークじゃなくて自社のサービスを作って大きくするっていうプロダクトっていうんだけど、そういう仕事に変わったから、社外とのコミュニケーションみたいな、あんま減ったんだよ。誘われることも減った。やっぱり見てるあの人ね、永遠誘ってください。
いつも内定チャンネルとかもさ、終わる時にさ、ベトナムスとかよしこ、この仕事なんだよ。っていうとさ、この後お仕事っすか。そうだよね。この間もね、全フラレして悲しんでたの。弟に関しては、美咲さんいなかったかもしれないけど、うん、誘う前に、あ、僕ら今日仕事なんですよ。できる誘ってねえし。誘ってねえけど、でも暇だったら行こうと思います。ウケる。そうだよ、寂しいおっちゃんなんだからさ、付き合ってあげてねって言ったもん。その前の撮影が終わった後、みんなでラーメン食うみたいなね。あ、最高だったね。あ、研修ね、ちょっと気味が悪かったね。いやでもね、研修態度悪い店ラーメンうまいから。ヒロシさんゴリゴリニンニク食ってたから、めちゃくちゃ臭い女の子で。じゃじゃもう。香水系アイドルだよ。やめて、帰るだけだったから、スープ全部飲み干したわ。臭取る。バズんなよ。何この話。堀尾さん、中華ステが今すぐすべきことは何ですか。ミンスカンパニーに参加することですかね。上場企業からベンチャー企業まで網羅している就活イベントなんだよね。面接対策まで徹底的にサポートしてくれるから、内定が欲しいなら概要欄から参加すべきです。せっかくね、メッセンジャーズ来たんでフリートークでもって思ったんですけど、一貫性のみさぎちゃんが話せることがね、 MC が多くて。いや、ないよ。ブランディングでイメージだったけど。じゃないいい年してさ、フルオープンですよ、うん、皆さんに私も全てお届けしておりますけど。確かに今はフルオープンいけるね。いける。じゃあ待って、今はって何なの。いつだっていけるよ。自分だって出さないよ。話してよ、なんかダブルエピソード話してよさ。いやいや、早くさ、甘いって言わせてよ。ああ、なるほどね。うん、なんだろうな。ちょうだいちょうだい、ラブラブエピソード。まあだからそのプリズンブレイクは一緒に見てますよ。ああ、うん、じゃあそういうので私が結婚したくなるような話じゃないじゃん。ああ、なるほどね、うん、あなたがだよね。そう、私があなたがってことは、つまり俺がどんだけいい旦那かっていう話をすることによって旦那像みたいなって多分言えるってことなんだよ。ああ、確かにそれ欲しい。俺は自分で何があれか分かんないけど、たまたまその会社の入居活とかをみんなで飲んでるとかに似たような話に立つかなって時に、自分の名前が言ってたな。会社悪い時におにぎり作ってくれたのにめっちゃ嬉しかった。おにぎり作るの。おにぎり作ってくれるの。作りますけど。あー、でもそれ嬉しいね。確かになんか風邪ひいた時一人だったら本当に孤独よ。うん、それをだから喜ばれたりとか。そういうポイント高いな。あとはそのこの間愛媛県で講演会をするって仕事があったの。愛媛県で2時間のために愛媛行って日帰りも、まあ、ちょっと寂しいというかもったいない感じするじゃん。なんでその前後でホテル多めに取って愛媛旅行っぽくして講演会のその2時間以外は、まあ、昼はこういうとこ行ってとかっていうのをいろいろやって、夜はなんか繁華街で2人でスナック行って行ったりとか、ショーパブ行ってみたりとか、いろんな飲み屋行って現地の人とこうちょっと接客じゃないけどされたりとかしながら話すみたいなのがすごい喜ばれたよ。これも楽しかった。うんうんうん、わかる。言いたいことわかる。うん、わかるよ。あの普段飲んでばっかりするのはあんまかもしれないけど、俺らね、飲むって飲みやすいとかはなんかすごい楽しかったみたいな言ってたから、うん、提案してくれたんでしょ。そう、喜ばれてるの。それはいい。どうすか。いいの。風の時おにぎりに行ってくれて愛媛連れてってくれる人探すの。そうそうそう、要は美咲ちゃんと過ごしたいって思ってくれる人がいるというね。そうだね、はい、美咲ちゃんが普段で狙ってるような男性は辛い人だからやめた方がいい。うるさいな。そんなことないですよ。キモアの子感じで狙うじゃん。やめとけって言ってるんだよ。K1 の選手とかもすごいって。ないのよ。ないのよ。K1 ダメだから全然禁止やった。ないですよ、そんなことは一度もないですけど。でもなんかいいね、ちゃんと旦那やってんだね。やってる。でもなんか本当さ、幸せそうだもんね。あ、そうですか。うん、結婚前の株本さんも尖ってる感じめちゃくちゃおもろくて好きだったけど、結婚後もこうなんか丸くなって穏やかで幸せそうな株本さんもとても良いですね。あー、丸くなってしまったと、結婚したことによって。まあそうね、でも言われるでしょ。言われる。ちょっとおもんなくなったなとか言われる。おがりっていうのはなくなってたよね。まあでもギャグ戦はもともと知能が高いからでもギャグ戦自体は衰えない。動画はなんかこう突っ走ってる暴走してるやつの方がもろく見えるから、動画映えするかどうかは別として、普段プライベートで普通に飲んだ時の俺の面白さって破壊的じゃん。いや、みんな俺のこと好きになるわってぐらいおもろいわけ。
ですよ。だから、まあ、それはね、衰えてませんから、結局プライベートは変わらずですよ。そういう意味で、つまんなくなってないですよ。なんやかんやで、尖り枠をやめて、シンプルに素のトークで切り替えてからも、上で数字落ちてないですから、僕。うん。結局、すべてがいけた天才だったっていう話でいいっすよ。結論から言うと。まあまあ、そういうことにしておいてあげましょう。はい。まあでもそうね、いい旦那でさ、ちゃんとね、周りも楽しましてね、素晴らしいね、あなたは。ね。すべての人を幸せにする。そうね。はい。いや、だから、申し訳ないなと思って、本当。何がだよ。ハードルを上げちゃったよね、おせきちゃん。自分がいることで。それは本当ごめん。うざい、うん、すごい。結婚できなくなるわと思って。なるほどね、うん、だから結構反省してる、うん、どうやって償おうかなと思って。唯一ね、やっぱハゲっていうのがやっぱあるから髪ある人を選ぶっていうので、まあなんかこうバランス取ってほしいなみたいな。分かった。32歳に結婚できるように婚活猛ラッシュ。そうね、うん、2日に1回はアポ入れましょうと言ったらね。言われるかな、うん、ちょっと頑張るわ。さすがにさ、メロメロキュンキュンみたいなさ、佐藤珠緒って言ってたんだよ。はいはいはい、あれじゃん。あれになるから。そうね、佐藤珠緒もあの路線が30何歳とかやっぱこうきつくなってきてる、うん、だけど、おせきちゃんがなぜなろうが内定チャンネルは多分使ってくれるから。ありがとうございます。先に言っておきます。そうね、じゃあちょっと内定チャンネルで私の結婚できるかっていうちょっと追っかけてもらって、うん、はい、みんな心配してると思うんで、はい、はい、ということで D-LINE メッセンジャー応援してます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。